花のてれ金ちゃんのスタジオにすっごいゲストの方が来てくださいました。サッカー元日本代表小野伸二さん登場です。はい、ようこそいらっしゃいませ。よろしくお願いします。すごい筋肉質です。オーラがすごいですね。いや埼玉出身なんです。そうなんです。浦和レースの時も応援しておりました。ありがとうございます。私浦和の競技場の横マラソン大会で走ったから。ちょっと隠してないかもしれない。ありがとうございます。あ、ボールが。なぜここに。115万の県民の皆さんが、ちょっと天才の足技を見たい。よろしいですか。いいですか。時間が止まったよね。ボールが生きてるかと思いました。あ、ね、ありがとうございます。すごかったです。サッカーもっと、あ、どうぞおかけになっていただいて、はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、ボールをじゃあ、はい、ありがとうございます。では私たちも失礼いたしまして、はい、小野伸二さんです。ようこそ、サッカー元日本代表、の J リーグもそれからあのオランダドイツリーグなどでも活躍されましたけれど、はい、サッカーのフランスワールドカップ、98年の大会にはですね、最年少の日本代表として出場されまして、この記録が未だに破られていないんですけれども、すごいです。3大会連続出場というね、すごい活躍を、もう世界のピッチでその足跡を、ファンを魅了してこられたわけなんですけれども、昨年ですかね、はい、あの惜しまれながらも、引退ということなんですが、さあ、あの今回金沢にお見えいただいたのは、明日ゴーゴーカレースタジアムでイベントが開催されるからなんですよね。そうですね、あの J リーグと、明治安田さんとともに、はい、この J スマイルフットボールツアーということで、うん、全国を回らさせていただいてます。まあ、その中であの小学生を対象にサッカーを楽しむサッカースクールだったり、はい、サステナトークということで、気候変動、あの本当に暑くなってきたので、まあ、そういうところをみんなで学んでいこうという、ね、そういうことを実施してやってます。3年ほどかけて60会場を回ろうということなんです。この金沢では、8会場目の開催ということなんですけれども、実際に映像などを交えながら、お話を伺っていこうかなと思うんですけれどね、どんなことを子どもたちに。そうですね、あの、サッカー未経験者もやっぱ参加されているので、はい、あのみんながこう楽しめるように、もう最初から最後まで楽しかったって思えるように、で笑顔あふれるサッカー教室に僕はしたいなというふうに思っているので、すごく子供目線で、僕自身が楽しみです。表情もね、あの野さん自身が楽しんでらっしゃるということですから、あの子供たちもね、きっと興奮してもう元気いっぱいにボール蹴ってるんじゃないですか。そうですね、本当にこう楽しんで笑顔が本当に溢れるサッカー教室に今なってますので、まあ、僕はそれを考えながらいつもあの目に組んだり、やってるので、まあ、明日も本当にたくさんの方が参加されると思いますけど、楽しんでいただけるように頑張ります。なんか素敵なプロジェクトですけど、こういったものを始めるきっかけみたいなのあったんですかね。そうですね、まあ、僕自身が小さい時にセルジオ越後さんという方に出会って、そこでやっぱりこの大人になってもあのサッカー教室ということを忘れてなかった、でサッカーの楽しさっていうのはあの原点があそこにあったんだなっていうふうに思って、あ、僕がこの役割を担う、べきだなっていうふうに思ったので始めさせていただきました。なるほど。先ほどもあの環境というような、お話言葉も出たように思うんですけれども、自然環境についても発見をしたり感じてもらうイベントだというふうに聞きました。そうですね、まあ、サッカーというかスポーツ全般もそうですけど、屋外でやることに関してやっぱ気候っていうのはすごく、まあ、大事になってきてると思いますので、まあ、今ね本当に街中歩いているだけでもね汗が出る、本当にこの状況をどうやってみんなで変えていくか、未来を考えていこうということも含めてですね。海外でプレーされている時に何か気づきとか発見とかっていうのはあったりしたものでしょうか。いや、まあ、やっぱりまだその時っていうのはそういうことに関心がなかったっておかしいですけども、ちょっと、無知なとこもありましたし、まあ、今現在もそういうものを学んでいる最中でもあります。まあ、いろんな発見をね。本当ですよね、自然のことを学ぶって本当大切なことだなと思うんですが、子どもたちの反応っていかがですか。そうですね、あの、まあ、僕たちより子どもたちの方がよく知ってるというか、多分学校でもその授業で習ってるんじゃないかぐらいみんな知ってるので、一緒になって学ばせていただいてますね。まあ、いろんな発見喜びが、子どもたちでボールを蹴り合いながらね、こう交換していくものなんで、ぶわーっと広がっていくんだろうなというふうに思いますね。明日開催、ただしあの参加の募集は締め切られていますんでね、皆さんご了承いただきたいなというふうに思います。さあ、サッカーということでもうお一方、実はスタジオにお招きをしておりまして、はい、サッカー J3 スウェーデン金沢からクラブキャプテンの広井智信さんです。ようこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、
じゃあ広石さんもおかけになっていただいて、はい、お願いします。同じく明日ゴーゴーカレースタジアムで、はい、八戸との試合が開催されるということなんですよね、はい、どんな試合になさりたい思いでしょうか。そうですね、もうリーグも後半戦に入ってますので、はい、まあ、より結果っていうのが今年は J2 昇格を目指しているので、はい、まあ、それに向けてファン、サポーターと一体になってこう熱い試合になるんじゃないかなと思ってます。今相当いい調子で負ける気がしないですよね。前節負けちゃったんでこっから負けなしでいきます。私は絶対負ける気はしてないんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。また皆さんに楽しんでいただける仕掛けがある一日だって聞きました。はい、そうですね、この試合はですね、まずドローンショー、試合後にはドローンショーがあってこう夜空をこう彩ってくれますし、その光だったり音と合わせて、はい、賑やかな演出っていうのがあります。さらにですね、こう観戦チケットにですね、観戦チケットにこの特別なユニフォームがついてくるんです。かっこいい、ついてくるんですか。はい、素晴らしい。かっこいいですね。デザインも素敵で、はい、この試合限定で、はい、しかもこのチケットが今日いっぱいならお得にお求めになると聞きました、はい、本日11時59分までに、はい、二次元コードを読み取っていただくとですね、これ右上にある二次元コード、はい、あ、右下にもありますね。最安でなんと、はい、1000円切ります。わお、990円で完成できます。安い、なんと通販番組みたいになりました。990円で、はい、最安得ですね。最安です。シャツもついてるんですよ、ね、シャツもついちゃってます、ぜひ読み取ってください。皆さん今日いっぱいですよ、二次元コード読み取っていただきまして、はい、ね、必要ですけれど、まあ、私も通訳大好きなんですけれども、あの小野さんから見てこういった地元石川県のクラブチームというのはどのように映るんですかね。そうですね、本当にゴーゴーカレースタジアムという、ね、専用スタジアムができたということで、本当にこう選手もそうですけども、ファン、サポーターの方もここが聖地だという、ね、場所が見つけられたというのはすごく良かったんじゃないかなというふうに思います。どうですか、広井さんの小野さんの印象とか思いっていうところ。僕は2010年に清水エスパルスで一緒のチームとしてプレーさせていただいたので、はい、もう本当にどんな方にでも分け隔てなく、本当に優しい方で、もう気遣いも気配りも素晴らしいですし、もうその本当太陽みたいな本当に明るい存在で、もう会うともう僕もなんかいつも嬉しくてニコニコしちゃいますね。あ、パワーもらうんですね。パワーもらいますね。じゃあ言葉でパワー、明日の試合に向けて送ってあげてくださいよ。そうですね、本当に選手たちはね、それはもう、はい、言わずとして分かっていると思うので、はい、いい結果が出ると信じてます。はい、ありがとうございます。明日はホットな一日になりそうですね。そうですね、さあ、広井さんにも駆けつけていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。